女子の100m ということで、初めてのレースに参加ということもあるかと思います。スタートの合図、ピストルが鳴るまでしっかり体を止めるようにしてください。そして鳴ってからのスタートとなります。体が動いてますとスタートできません。